て聞いて、かりんちゃんの様子がおかしいの。あんなに優しくて頼りなくて弱々のかりんちゃんがすごく攻撃的なの。まるで人が、いや猫が変わったみたいなの。もしかするとチャイのあの力を使う時が来たのかもしれない。ルル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 ルねえ、ルル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 ル今自分で気持ち強く持たないとねって言ってたよね。せやねん。あ、今せやねんって言った。たまたまそう聞こえたのか。あれ、時間が止まった。ちゃいちゃんごめんなさい。あれ、かりんちゃんの声が聞こえる。かり最近気持ちが疲れてて、うん、そのかりの弱みにつけ込んで、うん、かりの体を奪おうとする霊がいるんだよ、うん、もう気持ちを強く持つ、絶対持つから、チャイちゃん、お願い、カリを助けて。うん、分かったよね。よーし、悪霊、こんなに弱ってるカリンちゃんにつけ込んで、絶対許さないよね。一度使ったらもう戻れない、洗浄と香りのオールインワン、リン、スイン、シャン、プーで全身あれ。ちゃいちゃん、ありがとうだよ。メロン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